中一負けず嫌いのカナです。今日は読谷村にやってきました。と今日はちいちゃんはお休みで、しゅんかんは後から合流するので、まず最初の少しだけカナが進めていきたいと思います。今回の依頼は FM 読谷さんからの依頼です。ちょっと依頼内容を確認すると、FM 読谷に来てからのお楽しみということなので、早速 FM 読谷に行ってまいりたいと思います。では行ってきます。失礼します。おきかつです。あ、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃい。初めまして、おきかつのカナって言います。カナ、よろしくよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ちょっと内容がお楽しみにっていうことなので、うん、なんだろうと思ってたんですけどなんと今日ですね、はい、カナに紹介したいのはベビーマッサージのセブンカラーズさんを紹介したいんです。ベビーマッサージ、うん、ベビー赤ちゃんですね。そう、赤ちゃんよ、赤ちゃん。赤ちゃんにマッサージ、この FM タウンのすぐ隣にある健康増進センターね、健康増進センター。そう、今日はですねベビー講習会が今行われてるんです。あ、そうなんですか。うん、じゃあ一緒に行ってみる、うん、よし、じゃあそれでは行ってきまーす。せーの、おきかつ。愛を乗せて島を走ろう、ラブネッツ沖縄、ネッツトヨタ沖縄。ステーキ食べよう、ハンズ、ジャンボステーキください。焼き加減は俺、ミディアム。俺は私、手加減なし。手加減なしのうまさとデカさ。せーの、おかかさん。ここが読谷村健康増進センターです。はい、すごい、こんな感じなんだ。はじめまして、おきかつです。この方がですね、はい、ベビーマッサージをやっている具志堅さんです。具志堅さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この具志堅さんはですね、ロイヤルセラピスト協会認定講師を持っていまして、またロイヤルベビーマッサージセラピスト資格を持っている方なんです。ロイヤルセラピストって何ですか初めて聞く言葉だけど。ですよね、はい、はい、ロイヤルセラピスト協会って言って、ベビーマッサージとかを親子さんに教えたりっていう、そういった資格取得団体です。あ、そういう団体があるんですね、はい、あ、そうなんだ、初めて知りました。はい、ベビーマッサージ一緒にやってみましょうか。いいんですか。ぜひ。やったよろしくお願いします。お願いします。じゃあこの子が今日カナさんのベビちゃんなんで、はい、名前をつけてあげてください。名前何しようかなじゃあちょっと太ってるからちいちゃんって名前にしますでは今日はおきかつっていう番組からカーナーさんが体験ベビーマッサージに来てくださってます。カーナーです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにベビーマッサージって何歳の子までできるんです？はい、あ、はい、よく聞かれるんですけど、もう生まれる前のお母さんのお腹の中にいるところからスタートもできますし、あと上はもう何歳でも、あ、何歳でも、何歳でもできます。できる、あ、はい、そうなんですね。はい、では、皆さんも一緒に始めていくんですけど、まずそうですね、ちょっと今日、ね、気温が低いのでお母さんたちもちょっと体ほぐしていきましょうか。目的はもう体温めることっていうことです。そうですね、体温めるのと、あと出産前後って骨盤が緩む時期なんですよ。でも逆にその時期にしっかりと元の位置に戻すと、はい、ウエストもシェイプアップされますし。そうなんですか。はい、じゃあまずお母さんたち手にオイルを取って温めてください。はい、じゃあ温まってきたら、じゃあこの手をお腹の上に置きます。おへそのところに置きます。のの字を書くようにゆっくり円を書くようにマッサージを始めていきますよ。大きいハート型になるような手で、はい、そしてお腹の上に手を置きます。
ベビーちゃんのお顔を見ながら、目を見つめながら、ママも気持ちを作っていきましょう。じゃあ深呼吸3回やりますよ。はい、吸って吐いて。では今からベビーマッサージ始めていくので、マッサージ始めてもいいかなってお子さんに確認取ってあげてください。こうやってマッサージ始めてもいいかなって聞いてあげるってことは、お子さんの人格を尊重してるっていうことになります。じゃあ足からマッサージ始めていきたいと思います。じゃあ太ももの付け根をこの背ドアノブを握るみたいにグッて掴みます。そして半回転しながら足先まで下ろしていきます。いるかな、大丈夫かな、おとなしくなってる。ママ上手よ。はじめまして、しゅんかです。しゅんか来た。すごい、何してるの。ベビーマッサージ講師の具志堅さんです。あ、はい、よろしくお願いします。しゅんかです。ちなみにこの、はい、今習ってるんだけどさ、あのこのマッサージの効果っていうのは、はい、ベビーマッサージをすると脳の発達が促されるので、どん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 脳が活発に動いていきます。あ、そうなんですね、はい、あと体の身体能力も高まるし、筋肉も発達するし、あと情緒が安定するから、はい、いいことだらけだ。マッサージやってあげるこちらも、ね、ベビーちゃんもどちらもリラックスホルモンが分泌されるから、リラックス効果を呼びます。そんなにすごい効果があるんですね。すごい。じゃあ、一生懸命覚えようじゃん。またよ、将来のために。はるくん、はるくん、はるくんの背中。はるくん、はるくん、はるくんの背中のマッサージ。パカパカパカ、パカ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 、できたかな、パカパカ。気持ちいい。そうしたらこれで頭から足先までしっかり流してあげてください。マッサージおしまいよ。はい、お利口だったね。しっかり褒めてあげましょうね。今せっかくマッサージやって、発汗作用とかあと保温作用がしっかりともっとアップさせた方が効果的なので、はい、包んであげましょうね。お子さんにしっかりマッサージ頑張ったねとか、お利口だったねってしっかり褒めてあげてくださいね。ちっちゃいお疲れ。お利口だったね。お疲れ様でした。じゃあこの後はランチなので、皆さんあの授乳したりとか水分補給してあげてから、はい、お片付けしていきましょうね。はい、はい、今日はね、ところどころかいつまんでだったけど。あ、そうなんですか。読谷さんだけでやってるんですよ。那覇でもやるし、名護でもやるし、呼ばれたら行くんですよ。そうです、はい、どこででも、はい、伊東も行きますよ。すごい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ここはベビーマッサージ終わってから親子で行ける場所ということで、このハッピークルーズ海さんにお邪魔しました。あ、そうなんです、はい、すごい素敵な景色で、本当に綺麗な景色で、ここの、はい、のりこ店長もベビーマッサージの資格を持っていて、あ、すごい、だから親子に優しい場所が本当に想像して作っ て, あ、やってたから分かるんだ。そうですね、いい場所を作れたから。なんか美味しそうなご飯が目の前に用意されてるんですけど、耳からさ、シワシワとかそうですね。いただきます。いただきます。炭酸ここで作ってるんですよね。そうですね、手作り炭酸。あー、うまい。あのビール飲んだ時みたいな、そうそうそう、メルハーみたいなスカートが。エミタンさん、シーカーサー入り。シーカーサー入り入れた。おいしい、おいしいよこれ。やっぱりね、シュンカーパスタ。あ、シュンカーパスタ、いただきます。おいしい。和風だけど、洋風みたいな、両方兼ね備えてる感じが、すごいおいしい。新感覚。アナはパニーニ、いただきます。生地がもちもちしてる、塩味みたいのついてて、生地だけでも美味しいかも。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった、ね、お腹いっぱい、ね、せっかくだからさ、あっちにいるママさんたちにインタビューしてかない。もっとろんかい。はい、じゃあ今から参加したママさんたちにインタビューしてみたいと思います。なんか結構
ぐずるかなと思ったんですけど、時間帯的に。でもなんか体触ってるとなんかニコニコ笑って見てたので、あ、よかったなと思います。なんかやっぱ直接なんか触れることができて、なんかコミュニケーションにもなっていいなって思いました。なんか眠る前とかやってあげたいなって思いました。便秘小鉄さんですけど、ありますかね。多分お腹今日帰ってから3つやってみようやってみたいと思います。はい、もうマッサージでも毎回毎回違うことを教えてくれたりするんですよ、うん、します。で今ちょっと自分もこの資格を取ろうと思ってやってるので。夜泣きは治りました。もう全然ぐっすりよく寝てくれるようになりました。うん、どうでしたか今日は体験してみて。楽しかったです。なんかね、赤ちゃんがね、あんなってマッサージしたことで強くなれる方になる。そうだね、本当にいい体験したなと思う。これはためにもね、そうそう、この人は絶対必要なことだから、だからね、やらない。お企画をご覧の皆さんにプレゼントがあります。よっ、はい、今日のようなベビーマッサージ体験にご参加いただけるレッスン無料券を差し上げます。すごいね、すごい。ぜひね、やってほしいね。3名3名様、ぜひ応募ください。今日はありがとうございました。東村からのお知らせです。2月28日土曜日、東村村民の森つつじ園駐車場にて東村産業祭りが開催します。競り体験、瓶型体験など無料体験がありますので、多くの来場をお待ちしております。この番組はご覧の各社の提供とお疲れサポーターズの皆さんでお送りしました。のうまさとデカさ。究極の100円そば。100円そば。うちの番組ね。情報が欲しいですね。取材したいなと思ってきたんですけど。Are you Japanese? 100円ですよこれ。うまい。うまい。